マクラーレン MP4-5 は、マクラーレンが1989年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カーでニールオートレイが設計した。1990年シーズンには改良モデルの MP4-5 バイトを投入した。1989年、1990年に2年連続してドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトルを獲得した。 2シーズンの通算成績は16勝27ポールポジション獲得ポイントは263であった。1989マクラーレン MP4、5、1989年シーズンはターボエンジンが前年で終了し、全チームが自然吸気エンジンとなる最初の年であった。ホンダは1988年後半には3.5リッター V、 エンジンジを開発していた MP4-5 は1988年シーズンを席巻した MP4-4 をベースに設計されプレシーズンテストで公開されるとすぐに速さを見せた。開発はアランプロストにより行われ MP4-5 は新シーズンで活躍する一台と見られていた。このシーズンのフェラーリは空力性能に優れていたが 慢性的にセミオートマチックギアボックスの信頼性が不足しており、このことがマクラーレンにとって優位に働いた。シーズン当初は前年型を改良した縦置きギアボックスだったが、チームは新型の横置きギアボックスを開発していた。横置きギアボックスとすることで重量バランスが改善され、タイムの短縮につながることは当初のテストで明らかだったが、 横置きギアボックスの開発はトラブルが多く、実戦に投入されたのは第9戦のドイツ GP からだった。ドイツ GP でも潤滑系のトラブルを起こし、その対策にはホンダの和光研究所が衛星電話を通じて協力し即席のオイルタンクが装着された。モノコックは MP4。MP 世を受け継いだ設計で燃料タンクのサイズの他は大きな違いがなかったが第6戦カナダ GP ではプロスト社のフロントサス付け根が剥がれるトラブルを起こしたため構造を変更したモノコックを新たに製造することになった第5戦アメリカ GP ではフェニックス市のビル街を飛び交う電波がセナ社のエンジンの液を狂わせてリタイアに追い込まれるという珍しいトラブルが起こった このトラブルはセナ社のみでプロスト社には起こらなかったことからプロストが自分のエンジンとセナのエンジンの駅に差があると考えホンダがセナを優遇していると主張するきっかけの一つとなったマクラーレンはチームとして10勝を挙げたアイルトン・セナが6勝でプロストが4勝であったこれは彼らの関係が限界に達していた時期であり彼らの対立関係が マシン開発を後押しし、他チームより突出したマシンになった。しかし、この対立関係が悪い方に流れることもあった。第15戦日本 GP で、レースの終盤にプロストとセナが、最終試験員で接触。プロストはその場で、リタイア、セナはトップでチェッカーを受けるも失格処分。この時に、FIA の会長であった、ジャンマリー・バレストルの影響が最低にあったのではと、 言われた。セナはプロストに対し予選成績では圧倒し、彼より多くの勝利を獲得していたが、優勝かリタイアというパターンが目立った。ただ、6回のリタイアのうち、ポルトガル GP 以外はマシントラブルによるリタイアであり、これに泣かされてポイントを失った面もあった。その一方でプロストはマシントラブルが起きても完走を優先し、 乾燥したレースはすべてポイントを持ち帰った。そのため、浮き沈みの激しいセナと乾燥して、ポイントを積み重ねるスタイルを貫いたプロストという、走り方の差がタイトル争いに影響し、ドライバーズタイトルはプロストのものになった。結果だけ見れば、セナとプロストの合計ポイントは、簡単に連続2回目のコンストラクターズチャンピオンシップをマクラーレンにもたらし、ダブルタイトル獲得となった。 だが、マシンの戦闘力だけで見ても、過失がなく純粋な敗北や他チームに先行されるなど、ライバルとの差が縮まり、内容も見劣りした面もあった。また、この年のマシンは信頼性が欠け、ポイントを優先したセナはマシンに負荷をかけるあまり、リタイアに追い込まれたのに対し、感想を優先したプロストはそれをうまく回避したことも、明暗を分けた。それでも、 堅実な設計と当時最高のホンダエンジンの組み合わせによってシーズンを通して常に優位を保っていた。当時からベネトンやティレル、レートンハウスなどはマシンのパワー不足を空力面で補うデザインに挑戦していたがレースの結果にはなかなか反映されずまだ有効な空力デザインが発見されてはいなかった。この頃は空力に頼りすぎないデザインもむしろ美点であった。 しかし、マシン自体は、MP4、4をベースにした発展型といえば、聞こえが良いが、V6 ターボから V10 エンジンに変更されたことを筆頭に、トータルバランスが低下しており、両ドライバーは、バランスの悪さに悩まされながら、レースに挑み勝利しているという状況であった。しかしチームでは、空力の研究やシ,ャシー開発、セミ AT などの新技術の開発などが後回しになっており、 マシンの研究開発に課題があること。1990マクラーレン MP4、5バイト自然吸気エンジン2年目となる1990年は、MP4、5の改良型となる MP4、5バイトでシーズンに臨んだ。空力面ではディフューザーが、レートンハウス風の半円形のエアトンネルを5つ、貫ねた独特な形状となり、前年のヒット映画、バットマンのロゴになぞらえて、通称、 バットマンディフューザーと呼ばれた。ラジエーターインテークは縦際になり、アウトレットは使用環境により代償が選択された。高速コーナーにおけるハンドリングの不安定さを解消するため、ドイツ GP ではフロア周りのエアロパッケージを修正。ディフューザーのサイズが2 0トル短くなり、次戦ハンガリー GP ではバットマンディフューザー自体が廃止され、4枚の スプリッター付きのコンベンショナルなデザインに戻った。ホンダ RA100E はボアストロークを変更し、スロットルバルブがスライド式からバタフライ式に変更された。ホンダ技術陣はスロットルを細かく煽るセナ独特のテクニックにフィットするよう苦労したという。最終的にバージョン6まで進化した。進化入のゲルハルトベルガーはセナよりも 5cm 長身であるため、 コックピットスペースの狭さに苦労させられた。モナコ GP ではダッシュボードを4センチメートル上にずらすという対策が取られたが、ベルガーはオープニングラップにプロストとクラッシュしてレースカーを失い、再スタートではセナのスペアカーに乗り換えた。前年多くのテストを担当し、性能向上に貢献したプロストが不在なことや1988年と1989年を ホンダエンジンのアドバンテージを最大の武器としたマシン開発を行ってきたため、純粋な車種の研究がおろそかになってしまった感があった。前年はマクラーレン同士の対決であったため、チームに影響を与えることがなかったが、その影響が顕著に現れてくる始まりのシーズンとなり、全体としては苦戦を強いられた。現にドライバーからはハンドリングに関する不満が発せられるようになり、 アメリカ GP のベルガーやイギリス GP のセナなどドライビングミスも目立ち始めた。またフランス GP のようにピット作業のミスも起こった。他チームのマシンよりも前後のウィングを立ててダウンホースを稼いでいたため地上最速のマールボロの看板と揶揄された。このシーズンはマクラーレンにとってフェラーリ641という好敵種を相手にした激しいシーズンであった。セナは プロストのフェラーリを相手に6勝を挙げ、コンストラクターズタイトル3連覇を達成した。セナが前年のリベンジを果たしたのは、第15戦日本人一比であった。1周目の第1コーナーでプロストと接触し、両者リタイア。セナのドライバーズチャンピオンシップが決定した。だが、コンストラクターズは確定しておらず、ベルガーのマクラーレンがリタイアした後、マンセルのフェラーリが、 表彰台入りすれば、逆転のチャンスが残るという状況であった。最終的には、マンセルのリタイアの結果、コンストラクターズも確定した。チームは、翌年のシーズンに向け、ティレル h 9の成功により、会一マシンデザインのトレンドとなりつつあった、ハイノーズ構造、ドルフィンノーズに対抗し、クロコダイルノーズというハイノーズを MP4、5バイトに、装備させモンツァサーキットで、 アイルトンセナがテストを行ったものの、セナが遠跡が見えないというコメントを発言したため、実践投入は見送られ、この案はお蔵入りとなった。ありがとうございます。